さあ双方向きを変えまして、これよりファイナルクォーター、第4クォーターに移ります。三重ファイヤーバード自陣36ヤードからセカンドダウン5。クォーターバック9番、左ロールアウトから自らキープ、その走力で突破を図りましたが、わずか1ヤード残っております。フォースダウンに変わります。サードダウンに変わります。三重ファイヤーバード、サードダウン残り1ヤード、ボールオンは自陣41ヤード。さあフルバックに突っ込ました。密集点に飛び込みましたが、さあ攻撃権行使になったでしょうか。わずかに更新至っておりません。フォースダウンに変わります。その距離1ヤードありません。フォースダウンインチ、プレーを展開します。フォースダウンギャンブル。再びダイブプレー、しかしこれはトヨタナイスディフェンス。トヨタ66番55番がこの密集点に飛び込みました。このランプレーを阻止、4回目の結果的に攻撃失敗となりましたので、攻守交代です。ターンオーバー。トヨタこのインチの状況を66番と55番見事な圧力かけまして阻止しました。55番は山本、66番は鈴木、素晴らしいディフェンスでした。さあこれによりましてトヨタの攻撃に変わります。トヨタ相手陣40ヤードからのファーストダウン10。さあまずクォーターバックが自ら行った、パスを投じると見せかけ右オープンのランプレーを展開します。約3ヤードのゲイン。キャリアは16番の花村でした。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。試合再開です。トヨタブルファイターズ相手陣38ヤードからセカンドダウン7。ここでホイッスル、イエローフラグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体し、セカンドダウン、やり直しです。トヨタ、5ヤード下がってセカンドダウン12。ボールオンは相手陣42ヤード。パス成功。クォーターバック23番、左に展開したワイドレシーバー30番にパスを通しまして約9ヤードのゲイン。
パスを取りました。30番は三浦。トヨタサーダウン3、ボールを相手陣33ヤード。これは見えん、ナイスディフェンス。ここでオプションプレーを選択し、ランニング枠28番にピッチしました。しかしこの対応を見え見事に行いまして、このランプレーによるロスを奪っております。トヨタフォースダウンセブンに変わります。トヨタフォースダウンセブンでパントフォーメーションを選択しました。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、揃ってスタートしておりませんでした。5ヤード抜体となります。トヨタフォースダウン12。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックの場合は相手チームの攻撃、相手チーム自陣20ヤードからの攻撃と変わります。攻守変わりまして三重の攻撃に変わります。三重ファイヤーバード、自陣20ヤードからファーストダウン10。さあこの1点差をめぐる攻防続きます。さあトラブルがついている、タッチャー、ここで三重にトラブル発生。プレッシャーを受けたクォーターバック、ランニングバックにオプションピッチをする際にボールをイレギュラーピッチしました。これをこうランニングバックを抑えようとしましたが、最終的にこのボールは後方に転々とし、自陣エンドゾーンに入ったところトヨタがカバーしまして、トヨタそこでタッチダウン成立です。トヨタファンブルリカバータッチダウンにより6点獲得、逆転となりました。さあしかしこのトライフォーはブロックされているがまだ続いている。さあ判定はトライフォーポイント失敗、6点通り。キックはブロックされましたが、これをホルダーは見事にカバーし、ボールを持ちましてキャリアとして2点を狙いに行きました。しかしそれを見え執念で食い止めまして、結果的にトライフォーポイント失敗に終わり、6点止まりとなりました。がトヨタブルファイターズ12点、三重ファイヤーバード7点、逆転となりました。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。この東海両雄による一戦、凄まじい攻防戦と現在なっております。
後半戦に入りましてから目まぐるしい動きが続くこの一戦になりましたが、その中でトヨタが攻撃で、そして先ほど守備でその絶好の機会を得まして、タッチダウンを重ねまして、試合を逆転することに成功しております。しかしまだ試合は終わっておりません。残り時間6分38秒の状況での試合再開です。トヨタキックオフ。さあ三重リターンに入ります。ジャックルしましたがリターナー自陣20ヤード近の攻撃位置を確保しました。しかしこのプレー中にイエローフラッグ反則があったでしょうか。いや、これは無効となりました。ここでレフェリータイムアウトが入ります。負傷者発生のためレフェリータイムアウトが入ります。本日鶴見緑地非常に高温、しかも多湿な状況にあります。9月とは思えないこの高温な状況、人工芝の照り返しもありまして、選手にはかなりの負担があるようです。その中で双方とも気力尽くして死闘を続けております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの共同企画によりまして、はい、実現しております配信企画です。画面上にありました多くの企業、そして多くの個人の方々のご記者ありまして、この配信は成り立っております。この活動継続および地方学生、そしてさまざまな団体にありますアメリカンフットボールの支援にも活躍しております。この募集活動、ぜひそのご協力ご協賛をお願いいたします。さあ試合再開となります。ここで三重後半1回目のタイムアウトを取りました。メンバーおよび状況の再確認として、ここでタイムアウトを取る選択をいたしました。タイムアウト解けまして試合再開となります。三重ファイヤーバード自陣22ヤードからファーストダウン10。さあ逆転されました三重、ここで再逆転なるでしょうか。パス不成功。クォーターバック9番、ここで左に展開したワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、このパスがショートしパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10、ボールオン自陣22ヤード。
パス不成功。ここでクォーターバック9番、左に展開したワイドレシーバータイトエンドでパスを投じましたが、あわやインターセプトとなるビッグプレーがありました。しかしパス不成功によりサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン10。パス成功、ファースター。クォーターバック9番、三度のパスプレー、中央切れ込んだ80番、これを見事にキャッチして攻撃決行進。三重ファイヤーバードファースター、まず攻撃継続に成功しました。パスプレーにより攻撃権更新を果たしましたのは三重ファイヤーバードクォーターバックの9番日光、取りましたのは80番タイトエンドの桐山でした。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入ります。後半戦に入りましてトヨタが鮮やかなプレーを見せ、この試合逆転に成功しております。しかし三重もこのまま引き下がるわけにいかず、この残り時間5分48秒をかけまして再逆転を狙います。三重ファイヤーバード自陣37ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック9番は浮いたパスでレシーバーとの1対1を狙いました。ターゲット82番でしたがパスがショートし、あわやトヨタの18番のインターセプトかと思われましたが、しかし結果的にはパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに三重変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。パス不成功。今度は中央への切り込んだレシーバーへのパスでした。80番がターゲット。しかし今度はパスがオーバースローし、パス不成功となっています。三重ファイヤーバードサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン10。今度はランプレー、ランニバック32番の総力にかけました。ピッチを受けました32番、右オープン展開を図りましたが、しかしハードタックルにより1ヤードのゲインにとどまっております。現在負傷者発生のためレフェリータイムアウトが入っています。三重フォースダウンと変わりました。
さあ三重、なんとか状況を打開したいところですが、フォースワンに入っております。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクとなります。さあこの白熱した攻防戦、しかし残り時間5分となりました。現在得点はトヨタブルファイターズ12点、三重ファイヤーバード7点、その差は5点、つまりワンタッチダウンでひっくり返る状況になっております。三重なんとかここでの攻撃によってそれを成し遂げたいというところでありましたが、しかしフォースダウン、最後の攻撃権を果たしてどのように行使するでしょうか。試合再開となります。三重フォースダウンの選択肢はプレー、フォースダウンギャンブル、9ヤード前進に勝負をかけます。パス不成功。ここでクォーターバック下がりましてパスを投じましたが、しかしそのパスはショート、4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代となります。攻撃権トヨタブルファイターズに変わります。攻守変わりましてトヨタブルファイターズの攻撃、ボールオン相手陣38ヤードからのファーストダウン点。さあまだいっている、まだ抜ける、タッチアウト。ここで一瞬の感激をつきましてランニングバック28番ハンドオフを託されまして、左オフタックルを突破、相手のタックルの隙間をすり抜け、そのまま一気にエンドゾーンまで駆け上がって立ち上がる。トヨタ6点追加となります。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。素晴らしいランによるタッチダウンを決めましたのはトヨタブルファイターズランニングバック28番の藤野。疲労たまる中厳しい状況で、しかし渾身のランプレーによってタッチダウンを上げました。トライデント外国語学院出身のプレイヤールーキーです。このキックは失敗、6点止まり。しかしトヨタブルファイターズ18点、三重ファイヤーバード7点、その差11点とすることに成功しました。まさに一瞬の攻防でした。三重渾身のフォースダウンを結果的に失敗し、この一瞬の気の緩み、その隙をつくかのようなこのワンプレーによりタッチダウンをトヨタ上げることに成功しました。緻密で知略を駆使し、そしてその渾身のぶつかり合いによって行われますこのアメリカンフットボール、しかし最後の最後はその選手の一瞬の精神力、この勝敗によって全てが決する、その象徴的な一瞬のワンシーンでした。
そのトヨタブルファイターズのキックオフで試合再開となります。さあ三重、残り時間でこの状況打開になるでしょうか。さあ三重リターンに入る。ショートキックのためリターンのフォーメーション崩れたためか自陣25ヤード付近でボールデッド。この位置からの攻撃となります。トヨタが後半に入りまして立て続けに得点重ね、試合の状況を自陣有利な形に変えておりますが、しかし三重もここで引き下がるべきであろうか。まだ残り時間4分35秒の攻防戦、注目しましょう。パス成功。ワイドレシーバー82番にパスを通しまして攻撃権更新です。三重ファイアバードファースター。ここで三重ワイドレシーバー82番の渡辺がキャッチしまして、まず一つ攻撃権更新を果たしております。三重ファイアバード自陣40ヤードに進みましてのファースター点。パス成功。再びワイドレシーバー82番にパス。タックル受けましたが82番約5ヤードの前進を成しております。ここへ来て82番渡辺へのパスが投入されております。三重ファイアバードセカンドダウン5、ボールオン自陣45ヤード。成功。ファースター。今度はワイドレシーバー8番にパス。8番これを見事にすくい上げるようにキャッチしまして攻撃権更新。三重ファイアバードファーストダウン更新続きます。三重相手陣45ヤードからファーストダウン10。成功。パス成功です。攻撃権更新。しかし判定が審判によって分かれています。判定を待ちましょう。先ほどのプレーパス不成功の判定です。パスを取ったかに見えましたがボールを完全に確保していなかったようです。従いましてパスを落球したという扱いになりましてパス不成功の判定となっています。この結果として時計は現在止まっております。試合時間残り2分16秒、試合再開となります。
三重ファイアワード相手陣45ヤードからセカンドダウン10。パス成功。ワイドレシーバー82番にパス。しかしこれもキャッチしたところでタックルされましたので、ゲインは3ヤード。82番は渡辺。三重相手陣43ヤードからサーダウン8。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーを三重は展開しようとしましたが、この時レシーバーがボールをキャッチできず浮かせてしまいました。その浮いたボールをキャッチしたのはトヨタ55番。インターセプトにより攻守交代となりました。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのはトヨタブルーファイターズ55番の山本。チームのバイスキャプテンがここで仕事を、大きな仕事を決めました。トヨタファーストダウン10。左オープンへのランプレー、トスしましてランニングバックの総力に託しました。キャリア20番。しかしこれは三重のディフェンスも集まりよく、ゲインはほとんどありません。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。さあ、まもなくタイムアウトを解けまして試合再開となります。トヨタセカンドダウン10。中央へなんて、しかしこれも三重踏ん張ります。トヨタサードダウンに変わります。しかし中で倒れているため時計は回り続けます。刻一刻その試合時間をトヨタ消化していっております。試合時間まもなく残り30秒を切ります。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、揃ってスタートしておりませんでした。5ヤード抜退しサードダウンやり直しとなります。トヨタブルーファイターズサードダウン15。さあ右オープンへのランプレー、攻撃権更新となりました。トヨタブルーファイターズファースター、スナップ乱れましたがクォーターバック23番、見事にそれをリカバーし右オープンのランプレーで攻撃権更新果たしております。さあ時計回りまして
失礼しました。時計は5秒の段階で止まっております。トヨタファーストダウン10。ここでパスプレーを投入しましたが、そのパスは三重53番がインターセプト。リターン試みましたが、フィールド中央付近で倒されました。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、三重ファイヤーバード7点、トヨタブルファイターズ18点でトヨタブルファイターズの勝利となりました。本日の X3 開幕戦、この2試合目、素晴らしい攻防戦となりました。共に東海の地にありまして、長く活動を続けており、今回の一戦におきまして、そのビッグチャンスを手に入れんとする、その熱意こもった白熱の攻防戦でした。しかし、その試合、最終的に制しましたのは、トヨタブルファイターズとなりました。双方とも、その一瞬の隙をつく、互いの見事な攻防戦、非常に見応えある一戦だったと思います。三重ファイアワード、惜しくも敗戦となりましたが、ナイスゲームでした。そしてトヨタ、見事この初戦をものにしました。ナイスゲームでした。今年の 2023X3、 そのリーグ戦は上位3チームが X2 に昇格できるというビッグチャンスとなる素晴らしい年になっております。その1勝1敗がその来年の大きなその立場を示す一戦となります。これからもこの X3 来季をかけた凄まじい攻防戦が各チーム行われます。ぜひご注目いただきたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは別の、愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだそのつかものが突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日はここで配信を終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦大変ありがとうございました。
本日の配信は X26 チーム、X313 チーム、計19チームによる共同企画によって実現しました企画で配信させていただきました。その配信受けたまわりまして、本日実施させていただいたのは私、道楽屋リチャでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。